飯塚光鶴の部は日本共産党党員で特別高等警察のスパイ、スパイエムとも呼ばれる。編名は松村昇、峰原昭介、天野博高瀬正隆、愛媛県出身。1902年に愛媛県周総郡小松町に生まれ、1909年人上小学校に入学。成績が良く天才と呼ばれた。米騒動などをきっかけに、 日本共産党最初の労働者党員になり、渡辺正之助が率いていた東京合同組合に身を投じることで労働運動に関わっていった。その後、若手の労働運動活動家として日本共産党の派遣により、モスクワの東方勤労者共産大学に留学した。しかし留学中共産党に厳滅し、帰国後に検挙され転校した上で警察のスパイになったとされる。 そして、松村はスパイとして党に潜入、非常時共産党時代の共産党で、家屋資金局の責任者となり、赤色ギャングに代表される様々な権力調発的方針を支持した。その後、熱海事件で共産党の代表者たちを一斉検挙に追いやった。松村がスパイであることは、同じクートベガイであった、風間城吉委員長をはじめとする党の幹部から、全く関づかれることはなく、 一般党員も彼の過激な活動方針にほとんど疑いを抱くことなく従っていた。しかし、熱海事件前後の一斉検挙後、取り調べや公判などで松村の名が出てこないことに不信を持った党員たちは、彼が警察のスパイではないかと考えるようになった。熱海事件後は満州でしばらく兄と建築業を行っていたとされる。なお、 1976年10月28日に行われた第78回国会懲罰委員会において共産党、今野四次郎衆議院議員は特攻首脳部はスパイ飯塚光カ・ミツルノベに大金を与えて姿をくらませ、その後飯塚カは修正、社会からの逃亡者としての生活を行い、待合に隠れ、北海道と満州を往復し、終戦後義務へで帰国して、 以来本籍を隠し、偽名を使い続け、元特攻らに消されることを恐れ、一室に閉じこもり、昭和40年種に溺れて逃亡者としての悲惨な生涯を終えています。しかし、記事の本籍上の飯塚光延は今でも生きていることになっていますと発言している。ありがとうございます。